起点付近、奥が芦屋方面終点付近、奥が輪城方面国道495号は、福岡県北九州市若松区から、福岡市東区に至る一般国道である。起点の北九州市若松区若松駅前から、若松発電所前交差点までは、臨海部の工業地帯を通過する幹線道路であり、響きコンテナターミナルへのアクセス道路となっているため、 大型車の交通量が多い。若松市街地を回避して、戸畑湖側から臨海部へ至る新たなルートとして若戸トンネルが整備された。国道制定当時は、若松市街地を中川通り、大井戸通りを経て脇の裏入口交差点へ至る、急剣道のルートで設定されていた。その後は市屋町のジグザグ区間を除き、福津島での区間は、むね限界なだに沿い、 都市部から離れているため、比較的交通量の少ない回送路である。なお、若松駅前から芦屋町までは、国道199号、福岡県道26号北九州芦屋線を経由する方が格段に便利である。福津市から福岡市東区までの区間は、かつての国道3号であり、交通量が多くよく渋滞する。福岡市内の4 1トルには、 和城通りとの福岡市道路相性が付けられている。1990年代後半までは、海の中道、滋賀島方面への分岐となる和城交差点付近が週末を中心に非常に混雑し、県内屈指の渋滞ポイントとなっていたが、アイランドシティを経由する道路、新宮町からのアクセス道路として、福岡県道537号港下府付線、 福岡県道538号港塩浜線の整備、または自路交差点より、都心方面への4車線化が完成したことなどによりかなり改善されている。一般国道の路線を指定する政令に基づく、奇襲点及び、経過値は次の通り。2015年以前、芦屋町の市街地では1車線区間を含む、クランク状の細い街路を経由していた。 道路利用者への案内を分かりやすくするため、2014年年3月に福岡県と足屋町の間で、町道と国、県道の振り替えに関する協定書が締結され、準備が整った路線から順次、実際の交通に合わせる形で、福岡県道や足屋町道との間で管理替えを行った上で、経路を変更されることになった。この協定に基づき、 2015年3月31日には、芦屋橋西交差点から白浜町交差点までの区間と緑ヶ丘交差点から浜口公民館前交差点までの区間の経路が変更された。2016年4月1日には、浜口町交差点から芦屋ボートレース場前交差点までの区間が、ショートカットから芦屋浜口南交差点経由へと変更され、 それまでの福岡県道26号北九州、芦屋線と福岡県道285号、浜口恩賀線の一部が国道495号に編入され、旧道は芦屋町道に移管された。ありがとうございます。